プララン島は、セイシェルの島。面積38、K、平方メートル、人口6500人。前島に次いで、セイシェルで2番目に大きな島である。ベッサンタンヌと、グランダンスの2行政区に分かれている。島には、ベッサンタンヌ、グランダンス、アンス・ボルベールなどの集落がある。この島は1744年、探検家のラザール・ピコによってパルメ島と名付けられた。 当時この島は、海賊の隠れ家やアラブ商人の寄港地として、利用されていた。1768年には、フランスの外交官であるセザール・ガブリエルド、ショアズール・プラズランにちなんで、プララン島と解消された。プララン島は美しい海と海岸で知られ、リゾートホテルが点在し、アンス・ラジオやアンス・ジョルゼットなどの美しいビーチもある。ため、多くのリゾート客が訪れる。またこの島には、 セイシェルヒヨドリやセイシェルクロウームなどの固有種も生息している。島の中央部にある世界遺産バレドメ自然保護区にはプララン島のみならずセイシェルのシンボルとなっているココドメールというヤシの木が生育している。この木はプララン島及び北のキュリーズ島にしか生育しない。チャールズ・ゴードンがプララン島に立ち寄った際バレドメをエデンの園であると評した。 プララン島には、プララン島空港があり、首都ビクトリアのあるマヘ島との定期便がある。また、プララン島周辺には、キューリーズ島、ラディーグ島、カズン島、アライド島などがある。ありがとうございます。